どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。FOMC の結果を受けて本日21日は 金利が上昇、株価急落と、まあ、こういう展開となりました。これにより、日本株のチャートはほぼ崩れてきた格好で、さらに外部環境も短期的にかなり厳しい状況になってきています。これが中長期そのまま流れになってしまうのか、金利、為替、先物手口など総動員して見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、9月22日、日経22ーオプション考察、始めていきましょう。 はい。それでは9月21日相場外況からです。日経平均32,571円、452円安、マイナス1.37%、トピックス2,383.41、マイナス22.59で、マイナス0.94%、マザーズ712.52、マイナス19.52で、マイナス2.67%ということで、まあ今日はまたまたマザーズがとても厳しい展開、そして日経平均の方がトピックスよりも大きく下げた、 ということで、また NT ショートですね。昨日 NT ロングで下げ止まったかな、いよいよ NT ロングね、NT 倍率大作戦いけんのかなと思ったら、また下がっとるやないかいということで、まあ、これね、流れがなかなか止まらないですね。まあ、非常にあの厳しい状況にもなってきてると思います。そして売買代金は3兆7397億円、プライムですね。さすがに4兆円は、まあ、連日というわけにはいかないけど、まあでも3.7兆円ですからね、全然、出来高。 まだまだしっかりとした中で売られています。そしてスタンダードが923億円、グロースが1286億円となっています。ビックスと日経平均部屋ですね、さすがに急落してきたのでということで、ビックスが15.84、昨日が14.07、1週間ほど前は13を割り込んでね、12. ペケペケというところから見ると、まだまだね、定位とはいえ、 かなり定義から急上昇してきてるというところで、まあ、少し、少しどころじゃないかな。はい、かなり警戒しないといけない状況になってきてるとは思います。で、日経平均 VI も、まあ、今日452円下げてのプラス0.99。 まあ言うてもまだね、プラス1で済んだという感じですが、18.25まで来ています。えっと、平常時が今、17から19ぐらいなので、まだね、言うても平常時の,あの中央値に戻ったぐらいかなというところなので、まあ、こっからもう一段、ズドンと下がってきてですね、19.5を超えてくるような展開になると、まあ、少し緊張感が出てくるかなという気もします。はい、そしてもう一つメンバーシップ のご紹介というのご紹介というかです、ね、はいえっと、今週の日曜日に、まあ、いつもメンバーシップ限定動画というものを出しておりますが、今回は GMMA の大作戦という形で、まあ、このチャートの作り方自体は少し前にもうご紹介をしているんですが、これを使って実際にオプションの売り戦略をやった場合、どれぐらいの、ね、利益になるのか、まあ、どういった たルルールで、売買ををすするののかかとといいいうう詳ししお話を今週24日配信予定の動画でしようかなと思っていますでそのために今日は日中ですね、こんなに下がっていると、つゆ知らず集中して、えっと、表を作っておりました。まあ、これはあの、先週から作っている分なんですが、二23年だけ引っ張り出すと、まあ、こんな感じです。まあ、ね、あの、いつとかどういうルールかっていうのは、あの、メンバー限定なので、ちょっと黒塗りをしておりますが、 え、今年、まずまずの成績になってると思います。えっ、ー、とね、13戦して9勝4敗。で、今14番目がちょうどポジション持ってるんですが、え、これもほぼほぼ、もう勝ちかな。はい、あの、 いい感じでプレミアムなくなっているので、まあ、らくあの、プラスでというか、そのまんま勝ちになるので、14戦10勝4敗というのが、今、10月切りまで進んだ状況ですね。で、まあ、だからざっくり勝率7割ですが、まあ、は3月,月、6月の上昇と、6月からまあ横ばいに見えて、チャート上はこれ、あの緩やかな下落ですから、まあ、上昇トレンド、下落トレンドっていう形で、3ヶ月、3ヶ月、トレンド出ているので、5月切り以降、めちゃくちゃ成績いいんですね。で でトレンドがちょっとガチャガチャするとどうしても損切りが出てくるのでまあまあ年間だいたい6割から6割5分ぐらいの勝率でリスクリターンですかねはいリスクリターンが1対1.6かなリスク1に対してリターンが1.6まあさすがにね2倍以上はないんですがただ1.6で6割から7割勝てたらこれ絶対プラスになるんですねはいですから まあもちろん調子の悪い年もあるんですが、あの、ただね、はい、私今、えっと、4年バックテストしてますが、え6割終わった年は一度もないので、まあまあまあ、あの、ちゃんと損切り入れてれば自動的にカットされる作戦なんでね、悪くないんじゃないかなと。で、私はこれを、うんと、月、え、違う、えっと、3月切りからやっています。はい、このあたりちょっとね、マイナスが続いたんでドキドキしたんですが、バックテストやった後、実践しているのは3月切りから、あ、えっと月、月、うん、3月切りだ。ごめんなさい。そう、ここね。はい、3月切り。 4番目のところから実際にポジションを入れていて、まあ、もちろんあの、これはバックテストなんでね、あの実際の約定した金額は板によってね、もうちょっとえこれが58円だったり、えっと、59円だったり、55円だったりと、まあ、若干ばらつきがありますが、ほぼほぼこんな感じです、はい、でなんか難しいルールで、ざらば見ながらあの決済しないといけないとかないんですね、基本的に S q 決済ですから、何もしなくていい、あのポジション取るときだけちゃんと、 あの、このあたりでっていう風に価格をね、逆差し値なり差し値で設定しておくだけですから、まあ、おあの、仕事お忙しい方でも全然できる作戦として、これオプションやってる方はね、で、これちょっとここまで金額大きいとドキドキするっていう方は、オプションミニで、まあ、1枚だとね、5000円とか6000円なんで寂しいので、まあ、2枚3枚ぐらいでやれば、損切りになってもね、1万円弱ぐらいで終わるので、まあ、やりやすいんじゃないかなということで、ぜひ、これオプションミニューが始まって、これね、実践しやすくなったと思います。え、興味のある方、ぜひね、 ちょっとメンバーシップにご参加いただいて実践してみてほしいなと思っております。はい、それではチャートの方を見ていきましょう。えっとまずですね、これは二軒金の現物のローソク足です。まあ、なかなかもう1000円下がってきてますからね、33,634円っていうのが。 9月の15日のこれ、まあ、の終わり値だったんですけど、で、今日が570円ですから、まあ、きっちり1000円、えっ、ー、と、約1週間で下がってきましたと、まあ、こういう状況になっています。で、一応、まだ25日戦の上で踏ん張ってはいるんですが、これは今日の、えー、終わり値の話であって、現状、これ、えー、と収録している22時とか21時半とかは、かなり厳しいことになって、もうここ全然割ってますから、まあ、今日のナイトで、 ニューヨークで切り返せば、ね、いいんですが、まあ、なかなかちょっともう25日戦は一旦割り込んでるという感じだと思います。で、モメンタムなんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、今日の終値、ね、こことの比較なんですね。で、明日明後日特に明日は大きく下がるので、 まあ、あの、もう、ただ、現状、ちょっとまたね、えっと、300円ぐらい下がっちゃってますが、先物でね。なので、まあ、もうちょっと上がってくれれば、あの、あと2日はそれなりに終わり値が下がるエリアなので、10本前がね。だから、まあ、このあたりで、そこまでモメンタム掘らない。今日の時点でモメンタムマイナス420円なんですけど、ここね。ただ、その後、ガッと上がっていく中で、同じように上がれないと、モメンタムガッと下をね、もうガーとか、グワーばっかりで申し訳ないんですが、下がってくるので、 金のやはり安値圏に近い状況になってきているという形なので、これ本当に25日線で止まらないとモメンタムも1000円を超えてっていう展開になってきますから、やはり現状は相当厳しい状況だとまだ25日線の上で踏ん張ってるとか言ってるともうあの下げのスピードについていけないという状況になりかねないので注意が必要だと思います。ということで先物を見て21時5分現在ですね32,180円まで下がってきています。 これに210円足すと現物ですから、この21時の時点で 32, 3万2390円ぐらいが今の現物ですね、つまり3万2400円割ってきてますから、まあ、残念ながらね、25日はもうとうに割れてしまっているという形になっています。はいまあ、1日先ものはこれも 22日の足になってるんで、えっと、一段ね、あのここからドスンと下がってるので、モメンタム一旦回復したように見えますが、はい、あの早く切り返さないとこっからガーッと下がっていくんでね、注意が必要な状況になっています。そしてこちら、昨日もお伝えしましたが、ストキャスティックス大作戦、現物です。5日線今日のもう寄り付きの時点で5日線が下向きになって、ロウソガシが下から寄ってますから、もう寄りの時点で、えっと、これ、 ショートだったんですね、現物でね。で、そこから、なんかね、この辺りでうろうろして、そこまでね、32,800円ぐらいで、あの、 現物ねなななんとととかかか耐えるのかなと思っっっったたら、まあ、そからそこ一気にに下がてててきてしままいいう状況にはなってますはす、い、ですので、短期下落ですね。もうこれ、あの、えっと、下落の 5MA クロスの形になりましたから、ストキャスティクスだけではなくて、アルンオシレーターもスクイーズモメンタムもすべてショートインの形になっています。はい。で、もう一つ、中期という目線で、こちら、あの先ほどね、メンバーシップで見ていただきました GMMA なんですが、はい、この14とか13っていうのは、すいません、あのメンバーシップ ようにえっと書いていてたものをちょっとと消すと、ねはい、この後また台本作らないといけないので、すみません、ちょっと残ってますので、ここは無視してくださいえ。今日こちらで見ていただきたいのは、 昨日からの流れ、まあ昨日というか今日の足で、まあ先ものはもう一日先に進んで、なおさらなんですが、完全にブルーになってますね。中期下落です。まあそれは25日割っちゃってるので、まあ残念ながら中期は下落トレンド転換になってきています。まだ TMA はなんとかね、上向きなんですが、まあただもう、あの、今日の時点でよほど急反発してこないと、TMA ちょっとね、あの、急に止まれない系なので、少し遅めに反、あの、 線が曲が曲ってきたりするんでもう事実上 tma も中期トレンドが下落に向いているという状況だと思った方がいいので今までは短期だけ下落だったんですが中期が下落してきているつまり、えっと、中期が崩れてきているということは押し目でしょ下がったら買えばいいよねっていうふうに見ていると痛い目を見る可能性が出てきたということですねそしてもう一つ重要なのがスーパートレンドこれは長期ですえ長期この オレンジの倍イサインのところを下抜くと、長期で下落トレンドに転換してしまいます。で、そのサイン、サインというかその節目が32,366円なんですね。これは現物です。ですから今570円で、さっきね、370円ぐらいって言いましたよね。はい。あ、えっとね、そう。 さっきえっと21時ちょっと過ぎで3万2180円だったんですがえっとこの時3万2160円で今150円から180円をうろうろしてるんですがこれ3万2160円が先物だと210円足すと3万2370円ですね。つまままり現物もしこのままニューヨーヨク これ、このあたりでうろうろしてですね、明日の終わり値が結果32,370円を割ってくると、これスーパートレンドがセル転換になって、長期も下落トレンドに転換してしまうと。ま,あ、まさにもう、あの、瀬戸際という状況なんですね。今日本当にニューヨークがここら辺で反発してくれるかどうかにかかっているという状況になってきています。 はい。で、こちらはトリプルクロス。これはまあ昨日もね。はい。トリプルクロスで3つの SMA だけではなくて EMA と WMA の3つの,あの移動平均が全部デッドクロスをしているのが前日でした。で、今日大きく下げたことで、まあもう完全にショート。トリプルクロスもショート。で、今日先物の,の足、22日の足になって一段安なんですが、えこっちで作ったちっちゃい、えっと、ダブルトップのネックラインを割ってきています。これ、これネックラインね。9月の11日 につけたザラバ安値32,170円なんですが今日21時20分現在は32,160円ですからこの時点でネックライン割ってきているのでまあ、これが終わり値だとすればこれダブルトップ完成なんですねまあ、ここちょっとそこまで たくさんの日柄使ってないんですが、それでも1ヶ月ありますからね。1ヶ月かけてのダブルトップなんで、まあ、冷やしベースでダブルトップって言ってもいいんじゃないのという状況で、これネックライン割ってくると、まあ、ここが今度はレジスタンスになって、こう下がって戻り売りのこうと。まあね、こういう流れになりやすいので、もう一段下げを注意しないといけない。そうするとね、ここがまた次のネックラインになってくるので、あの、3万1300円台ね。まあ、そのあたりまでは意識が必要と。 いうことになってきます。今度はアメリカの方ですね。FOMC で思いのほか、思いのほかっていうのはこれは私の感覚なんですけど、あ、ここまで下がるのかという感じがしましたが、こちらも直近のダブルトップを FOMC で割っているとともに、まあ本当にもう直近の安値、ザラバ安値まで、もう本当にね、あとわずか、これあの、終わり値安値で見ると、えっと、これもう先物が割ってきています。あの、 ほぼ、あ、まだ割ってないのかなギリギリかなはい。いうことで、まあ、SP500 も昨日1.09%下げてるんですね、先物は。現物はマイナス0.94でした。 で、今日、プレイで21時21分現在、さらに0.8%下がってきています。で、移動平均で見ても5日線が下向きのはもちろん50日が下向きです。25日、これわずかにプラスですけど、ほぼ横ばいで、このまま行くと下落になってくるということなので、もう25日と50日が下向きになってきているので、完全に中期崩れてきてるんですね。つまり日本だけが何かこう崩れてるわけではなくて、当然、ニューヨークも、それからこの後出てくるヨーロッパも崩れてきている中で、まあ残すは日銀イベント という状況なのでこれチャートはねねアメリカ崩れれてるんでですよ、ね、でこれをボリンジャーバンドで見てもマイナス2シグマまで来ていますからこれボリンジャーバンドで今日オプラボラジオでも言ったんですけどマイナス2シグマで止まらないとここからバンドがこうまた少し広がりながらえじわーっとマイナス2シグマに沿ってもう一段下がってくる展開になりがちですから、まあ、本当にこの辺りも SP500 も今日 プレの段階でね、瀬戸際なんですね。まあ、場が寄ってから反転す、あの反発すればいいんですけど、まあ、もう一段じりじりと売られる展開になると、いよいよまずいということで、まあ、そんな中、これね、24分だったんですが、21時半、まあ、そこまで大きい指標ではないですけど、星4つ、フィラデルフィア連銀の景況指数が出ています。これ、主に製造業なんですが、悪かったんですね。まあ、前回12.0で、予想がマイナス0.4に対して、出てきた結果がマイナス13.5です。まあ、これあのフィラ フィラデルフィアの連銀ですから、まあ、フィラデルフィアの管轄区域の製造業の景況感を表す指数ですね、新規受注とか在庫とか出荷とか支払いみたいな、まあ、そういったものについての項目調査になっています。プラスだといいんですけど、マイナスだと不況という判断になって、これが予想よりもかなり悪かったと。でこれはえっと製造業の 形ですから、まあ、ニューヨーク連銀の製造業の指数とかあと ISM の製造業景況指数と、まあ、連動しているというか、まあ、その前段階として、ね、見られる指数なので、まあ、ここが悪くなってきているということは次に出てくる ISM の製造業なんかも、まあ、予想よりも悪くなっているやはり、ね、実体経済は強い強いと言いつつも指数はどんどん,どんどん悪くなってきているというところですからさすがに、ねあのまあ、景気は冷やしたいというところで F、まあ FRB としては雇用がそこまで急激に悪化しなければということだと思いますが、まあ、このあたりも受けて、さらに株がね、あのこれで急落するかどうかは別としても、まあ、なかなかね、上値が重い、あんまりいい数字ではなかったなと、まあ、このあと22時半、えっと、ニューヨークね、場が開きますが、まあ、少しね、今、金利が上がって株価、ナスダック、SP500 下がってきてるんですが。 まあこれもね、上値の思い、まあ今日時点での、うん、ヘッドラインとしては、まあ少し残念な結果になってるかなという気がします。で、金利は21時26分現在で、まあ今日も大きく上昇、いよいよ4.472という状況になって、実質金利がですね、えっと2.12まで上がっています。まあインフレ率はこの辺りで多分横ばいなので、まあ一旦ね、2.12ぐらいの実質金利として見ていてもいいと思うんですが、まあ2%超えたら大変だよねなんて言ってたらもう2.1%超えた。 超えてきてるので、まあさすがにこのあたりは、うん、と S&P500 が今日またマイナス0.8というのも、まあ昨日ね、えっと1パー以上下げてもなお。 まだ止まれないのはこのあたりが落ち着いてないという部分だと思います。はい、今日は大きく変わりました。え長期がもう下落トレンド転換目前ですが、中期下落入りです。短期もほぼすべてのチャートでショートを実際にもうインする状況で、えっともう中期がねこれ崩れて下落トレンドに入ってますから押し目だよね下がったところ買ってればいいよねっていうのはかなり後退しています。まだ下落相場には完全に入ってないんですが、まあでも本当にもうあと一歩という状況まで。 押し込まれて。アメリカは FOMC 通過で金利が急騰展開でえ、まだ止まっていません。為替も一時148円50銭まで行きましたが、なので年初来高値更新してますが、まあ、一旦147円の後半まで落ちてきているという状況ですね。FOMC で下げ,下げトレンド転換。これはニューヨークもヨーロッパも日本もです。下げトレンドもこのあたりこうなってますからね。可能性がかなり強くなってきている。日経平均の先物も,も3万3000割れた 後に 25MA の32500万円で現在止まることができませんでしたこうなってくるとマイナス2シグママイナス2シグマっていうのは日によって結構変わるのでマイナス2シグマで下げ止まるか で、今日一足先に SP500 がマイナス2シグマで下げ止まるかっていう、まあ正念場を迎えてると。これ下げ止まらなかったら、もう一段、日経金で言うと、あと1000円から1500円ぐらい、えっと、まあ短期的にね、押す展開は見ておかないといけないかなという気もしています。はい。ということで、まあ日銀イベントで、ここからね、逆ショック、まあ以前の、えっと、今年の1月みたいに、何もしないことで、あの、懸念が外れての上昇、まあ予想外にね、 はい、鳩になっていたみたいな形でもない限り、ここから日本株だけ上昇していくっていうのは少し難しい状況かなという気はしています。で、日米の金利差がね、縮まらないような状況とか、まあ、あとね、もう一回やっぱり、ニューヨークは0.25、やっぱりやらなあかんのちゃうのとなってくると、まあ、これはもうポーンと150円。 でそうなるのを防ぐための介入ドスン、まあ、もしくはそれを警戒してなかなか動けないというところですから、これ、まあね、あの円安になってあの日経平均の先物が底堅いよっていう流れよりははるかに、もうこれ、あの為替介入でドスンと下がることで日経平均もまあ500円、600円、またストーンと下がるような方を警戒した方が、 いいので、まあ、なかなかここから、うん、と安易に上を、ね、もう下げ止まっただろうという形で狙うのはまだ、ね、危険かなという状況だと思っています。 はい、ここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。えー、っと、まあ、今日かなり株価動いたんですが、オプション的には昨日に引き続きそんなにプラマイ出てないんですね。ま、さすがにコールが売られましたが、それでも一つだけです。33,500円という割と今から見ればファーのところが683枚売り乗せをされて、1,175枚の大きな売り越しとなってきました。まだ上ね、コール買いが、まあ、あの、見えてる範囲で1,200枚ぐらいあるんですけど、 一旦ね、3万3500円ぐらいまで、プット買いも結構ありますからね、上がっても 3, 3, 3万3500円までというようなところが少し上に蓋が入ったと。で、ただ、プットも別に買われてるわけでも、売り決済されたわけでもないので、まあそういう意味ではまだそんなに下へのポジションが今日大きく取られたわけではないんですね。引き続き上がちょっと蓋が閉まりましたが、3万2500円から3万3000円のこのあたり、 をストライクに見てるのかなと、ちょっとコール売りが増えてきたので、まあこのあたりね、プレミアムを取るという意味合いもあるかもしれませんが、少し下にこう来てますが、32,500から33,000ぐらいなのかなという感じですね。はい。そういう意味では、もう、えっと、その辺のレンジちょっと下に抜けてきてるんですけどね。はい。そんなバランスの状況に見えます。 はい、えー。次にゴールドマンですが、ゴールドマン。これだけ株価が動いているのに、えっ、ー、と、オプションは一切ポジションを入れてないんですね。カー水木と。 と、はい、ということで、まあまあ、あの変わってません3万2500円を軸に上少しコール買って下少しプットを買ってますが上は3万3000円よりも上はコール売りであまりなさそうだということですね、まあ、3万2500円を軸に上も下もちょっとどっちかに行くんじゃないの程度で、まあ、今週は全然動いていませんただ先物は結構売ってきています、はい、次にアムロですアムロはさすがに今日は、えー、がっつりコールを売ってきました、まあ、プットもそ、えー、そこそこ売っ きているのでで双方売りなんですが、まあ、コールはね、さすがにちょっと3万3000円よりも上のところ、まあ、もっと言うと3万2750円よりも上のところのコール売りを強めてきたと、まだそれでも3万3500円近辺のコール買い結構あるんですが、まあ、それ以上にえっと売りを入れてきているので、まあ、言うてもね、3万3500円までだというポジションを入れたのは今日アムロなんですよね、海外勢というよりも。はいでまあ、実際はこの辺り全部えっと1000枚単位の の下目線ですから、まあもうこれ、単純にね3万3500円以下というよりも、3万2500円以下というポジション、ただ、3万2000円にプットりが1264枚、まだカウントされてますから、今、3万2000円以上、を3万2500円以下をストライクとして調整してきてるのかなという形に見えます。 はい。最後は先物です。今日日経平均マイナス1.37%、トピックスがマイナス0.94%で、ラージプラスミニが6513枚と昨日に引き続き大きく売り越し、さらに今日はトピックスの先物も,も3635枚の売り越しで、合算すると1万、飛んで148と、まあ、1万枚以上の海外税先物大きく売り越しです。これでもう今週ね、連休明け、カ水木で、 約2万枚売ってきてるんですね。で、その先週から、えっと、売りに転じていますから、やはりね、海外勢が先物を売ってくると、うん、あの、下にね、まあ FOMC でここまでね、一気に1日で下がるとは、ちょっと私は、あの、ごめんなさい、読めなかったので、言うてもね、下もここまで、うんと、下がらないだろうなと思ってたんですが、まあやはりね、あの、もう一回、先物の,の動きなんかも、あと、 このあとね、時間ができたら、ちょっともうちょっと検証しようと思いますが、やはりね、あの現物の株価、あの枚数とかがわからないにしても、まあ、単純に先物で海外勢が枚数をね、あの売りに、もしくは買いに、あのバランスを振り向けてるときっていうのは、その後イベントでそっちの方に動きやすい。 っていうのが、まあ、今のところ感覚的にあるので、それが実際どうかっていうのはこれからね、ちょっと時間かけて追っていきたいと思いますが、まあ、やはり今日みたいな動きを見せられると、イベントだからポジション取りづらいなというよりは、先物とかオプションの手口を参考にしながらですね、まあ、少し、あの、今回だったら下にね、もうちょっと、 あの先物を売っておくとか、まあ、もうちょっとね、アグレッシブなあの売りのポジションを取ってもよかったなという反省を個人的にはしております、まあ、カバードプットは持ってたので、あのその分の利益はね、あの出てるんですけど、はいまあ、当然、プット売ってるので、あの利益としてはしょぼいんですよね、まだね、もう一段下がってくんないとね、ということなので、はい、ちょっとこのあたりは反省をいたしました、今日思いのほか下がってきましたが、先週から海外勢は先物を結構売り越してきていたということですね。 はいということで、いかがだったでしょうか、さすがに今日の展開と先物の,の流れとか見ると、き、まあ、今日は傘マークを出しております。まあ、結構下げてきているので、ここから一段と、ね、急落があるかというと、うん、ボラティリティなんか見てても、まだ、あ、そこまで心配しなくてもいいかなと、個人的には思ってたりもしますが、ただ、チャートの流れと、ね、直近の手口とか、 見てると海外の動きなんかも見るとまあ、なかなかね厳しい展開かなとまあ、よくて雲が出てきて下げ止まるというところだと思うのでまあ、今ねちょっとロングポジション持ってたりとかプットを売ってたりする方は注意をしておかないと火傷するかもしれないなと思っていますはいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ポチッとねぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう、ま Connect!